いいなぁ。いいなぁ。育ててほしいなぁ、エルのことを。一人なのに、もう、キモ。疲れてんね。これ、どこ押したら、弾が撃てるの？あ、ここか！ババババババ、バカーババババババ。アッシュに育てられてー、マジで。心がないはずのロボットに育てられた、心優しき少女になりてー。それで戦闘のこととか教わりてー。で、めちゃくちゃスパルタなんだよね。自分のことは自分で守りなさい。で、飯を食べるときは、アッシュは飯食べないんだけど、ちゃんと見てはくれるんだよね。一緒にはいてくれる。何かしらの理由で、アッシュはエルに死なれると困るんだよね。だから、監視とかいう理由をつけて、食事をするときも見守ってくれる。うわぁ。最後にアッシュが涙出そう。オチの予測やめてください。心ないはずのロボットが涙するんだよね。いや、でもなんか、アッシュはな、なんか、もうちょっとひねりたいな、なんか。心優しい姿か、これが。なんかあったんだろうね。じゃあ、エルがこうなるのには。殺されたりしたんじゃない？いや、殺されたと勘違いしてるんだ。レジェンドに、アッシュが。わ、いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。育ててほしいなぁ、エルのことを。勘違い系ね。はいはいはい。なんかさ、エイペックスレジェンズのことを本当の殺し合いだと勘違いしちゃうんじゃない？幼い時のエル。エイペックスの世界では、なんかエイペックスゲームっていうさ、バトロワをさ、やってみんなで盛り上がってるみたいなさ、感じだけど、それを本当の殺し合いだと思って、幼い時のエルは。それで復讐をしようとしちゃうんだ。レジェンドたちの敵だと思って。もう走るってことは、レベルアップしました。追加のアイテム、拾いなさい。勝つためです。ういほら、やっぱ、ママミあるよ、やっぱ、アッシュ。拾いなさい。勝つためです。あー、いいなー。生まれたいなー、アッシュから。人間強度が下がるからな。いる、いる一人なのに、もう、キモ。疲れてんね。ひどい、エル一人なのに。キモすぎ、キモすぎ。あ、もうマジキモ。エーペックス壊れちゃうからね。これこれ。ポケモンマスター目指すんじゃなかったの？ザッス！キュモンマスター！リリ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 リあと、ノイキャン。似てないっす？嘘やん。キャン！きっとだぜ！リリ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 リ垂れた。あれは、スノーホワイト、パラダイス、エルサンと、フロウ、忘れな、ユアプ、リンセス、リウル、ラ、ラ、デ、ノ、ノ、ド、ワ、ジョ、ア、デ、レ、ジョ、ユ、ム、マー、アー、クマの力、気に、受けた。そういう動画もあった気がする。あれは、クマあれは、スノーホワイト。お前ら、水溝まで走るぞ！お前ら、水溝まで走るぞ！ノーモークラー。発信してから見た？いや、見てない。まだやんの？まだやんの？っていいんだよ、ちょ！おい、なら来いよ！血で、血は逃げる、ああ！
ニコマ漫画。でんだ。だいぶ状況シリアスだな。もうどんぐり拾えなくなっちゃったんだってね。私はこの大地に降る流れ星。何があったんだろう。流れ星。私は空に降る流れ星。この大地に降る流れ星。マイメロにやられてる。え、マイメロいたの？ヒルログに。ああ、ウタちゃん、これ、どこ押したら、玉が打てるの？ああ、どこだろう？クロミー、わかる？ああ、それはここ押すんだよ。あ、ここか！ババババババ、バカーババババババ。クロミノートナンバー、83。私が、銃の使い方教えてやったら、あいつ私に向けて銃を撃ってきやがった！いくら銃のことがわからなくたって、どこを押して、どこから玉が出てくるかなんてわかるだろ！はい、自信なくせ、自信なくせ、自信なくせ。当たんなくて、全然当たんなくて、全然当たんなくて、自信なくせ。ありがとう。ここだけの話、エルやりたい企画があってさ、冬は多分間に合わないけど、春季講習とか夏季講習とかあるでしょ。この時期に予備講師おままごとがやりたいんだよ。しかも、世の勉強を頑張れない子たちのために予備講師リレーをやりたいの。だから L だけの枠でやるんじゃなくて、その歌枠リレーとかやってるじゃん？みんな。そんな感じで、予備講師リレーをやりたいの。L オリエンテーションね。だから国語算数理科社会やってくれる予備講師ライバーさん募集してます。春頃にやりませんか？おままごとしてくれる方。それもう完全に某メソッドじゃん。やらない？あ、そう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 。ネス君がやってて、嬉しいって思って。ネス君はもうめっちゃ真面目にやってんだけど、見つけたって思って。全然いいよ。予備講師リレーはマジの授業やってもいいし、ふざけてもらってもいいよ。VTuber 学とかに、VTuber 学がふざけてるみたいに言ってるっていうことじゃないですよ。VTuber をね、勉強するために通う学校とかちゃんとありますからね。それこそうちの VTuber さんで、別に知識学とかじゃなくて、自分なりの VTuber 学、哲学みたいなことを話すっていうのもありだよって言ってるんだけど、別にその業界が好きでとかそういうわけじゃないんだけど、いいじゃん、メロコ様英語。ほら、原文。ほらほら、俺いいじゃん。二次三次学校作れる。え、いいじゃん。ちょっとメモしとこう。ちょっと数学グエルさん、ネスク。やっぱ真面目にやったらそうなるよね、真面目にやったら。写真撮ってお気に入りに登録しとこう。これ勉強だからって言い訳できる、あれを春にやろう。配信を。いいじゃん。俺は LL 学行きます。はいはい。俺らは座って見ててね。道徳担当は誰かな？いや、すげえ、道徳とか。喧嘩になるよ、いろんな人が自分の道徳語って。